マスキュレア1、マスキュレア1、マスキュアレア1とは1984年にドイツ人のギュンター・ローヘルト、ガンサー・ローシャルトが率いるチームにより開発、製作された人力飛行機である。アメリカ人以外を対象としたクレーマー8のアザ、飛行場及びクレーマー、速度世界記録賞を獲得した。また、パイロット以外の人員を乗せた人力旅客飛行に世界で 初めて成功した後継機としてより高速飛行に特化したマスキュレアーニが存在するソーラープレーンの開発に成功していたドイツ人のギュンター・ローヘルトは世界初の有人ソーラープレーンによる飛行を成功させたポール・マクレディが製作した人力飛行機の飛行に刺激を受け1984年1月に当時挑戦可能であった アメリカ人以外を対象としたクレーマー8のアザ、飛行賞及びクレーマー、速度世界記録賞に挑戦するため人力飛行機の製作を宣言した。開発にあたっては、ギュンターの家族のほか、シュットガルト大学のエルンスト・ショーベル、エルンスト・ショーバール、ディーター・アルトハウス、ダイエッター・アルハウス、フランツ・ボルトマン、ラーが協力した。目標達成のため、マスキュレアー1には、 高い操縦性と高速性が要求された。主翼は単要光翼配置で、支柱や長鮮のない型持ち構造が採用された。長鮮の使用は、機体剛性の確保と軽量化の両立に有効で、あるが、待機速度の事情で増加する空気抵抗のため、高速飛行には不向きである。主翼断面の翼型には、要光比の大きな操流翼型 FX76。 MP シリーズが用いられた。この横型は協力者の一人であり、グライダーなどで多くの採用例があるアートマン翼の開発者である、フランツ・ボルトマンが1976年に人力飛行機用に開発したものである。翼平面型は誘導効力を考慮した揚力分布を持つ先細翼でアスペクト比は29.3に達した。また、 主翼の中ほどから翼端にかけての公園部には、操縦性への要求に応えるために、補助翼が装備された。主翼の構造は桁、リブ、外皮などから構成された。長手方向に荷重を受け持つ桁を廃し、桁と直行するように翼型をしたリブが多数並ぶ。翼の性能の影響を及ぼす公園部は、長手方向に、翼型並びに、平面型を保持する部材が廃され、 同様に性能に影響が大きい翼前縁部から、上面を回避が多い、さらにその上から、ポリエステルフィルムで前を被覆した。それぞれの部材は役割に適した素材が用いられた。桁は、縦長の長方形断面を持つ、高質ポリメタクリルイミド発泡体を芯材とし、あやりの炭素繊維を用いた、炭素繊維強化プラスチック、CFRP で巻いたから上下面を一方向。 CFRP で挟んで構成され、これを翼型の最大厚み位置付近に配置した。リブは板状の発泡ポリスチレンを CFRP で補強したもので、後園は高質ポリメタクリルイミド発泡体と CFP で成形された。外皮には 4mm 厚の発泡ポリスチレンの板材が用いられ、翼下面側が前円から20%。 上面側が60%までを覆った。また、ひねり合成不足を解消するために、翼上面側外けた仮面翼仮面側外皮を炭素繊維ロービングで連結する回収が施された。これらにより、軽量と性能を両立した主翼を実現した。尾翼は十分な面積を持った全可動式の小降打、方向打を極めて剛性の高い。 CFRP テーパー付き体系パイプの胴体に接続した。これらの尾翼は操舵を行わない時にはバネによって自動的に中立位に戻るようになっている。これらにより高い操縦性と安定性を獲得した。昇降だ、方向だともに平面型枠形であった。方向だが胴体パイプから下へ突き出た特徴的な配置となった。プロペラは推進式。 プッシャーで機体最高尾に配された。このプロペラ配置は動力を伝達するシャフトが長くなるなど構造面、重量面、伝達効率面で不利な点もあるが、プロペラによって乱れされた交流による機体の空気抵抗の増加を避けることができ、空力面ではプロペラの推進効率が良い配置といえる。プロペラはギュンターがマスキュレアー以前に製作したソーラープレーン。 のプロペラをマスキュレアー1の速度、出力に合わせて半径やピッチ角を回収したものであり、その効率は86%に達した。プロペラの横型はグティン795及びグティン796であった。プロペラの駆動力は胴体パイプ内のシャフトで伝達された。コックピットはほぼ主翼直下に胴体から吊り下げる配置となっており、 胴体同様に体型の CFRP パイプが主要な構造になっている。人力飛行機におけるパイロットは操縦士としてだけでなく飛行に必要な動力を発生するエンジンとしての役割も持つため、パイロットの姿勢も十分な検討が必要になる。マスキレア1では、パイロットの姿勢は通常の自転車同様、上からまたがって乗るアップライト形式が採用された。しかし、 通常の競技用自転車のように前傾した姿勢では、なく上半身がほぼ完全に直立した姿勢となった。これは操縦桿を操作する両腕に、ペダリング時の下半身からの反動を伝わりにくくし、操縦に影響を与えないためである。また空気抵抗の低減のため、コクピット全体が流線型断面の骨組みにポリエテルフィルムを貼った、フェアリングに覆われた。 人力飛行機の操縦試験エンジンであるパイロットは、ギュンター・ローヘルトの息子で、当時17歳のホルガー・ローヘルト、ホルガー・ローシャルトが務めた。ホルガーは、平凡なアスリートだった。ホルガーは、機体が製作されていた3ヶ月の間に、トレーニングメニューを消化し、完成した、マスキュレアー1に登場して2週間の試験飛行を、行った。1984年5月末、 マスキュレアー1は、ノイビーベルクナ島空軍基地、現在のミュンヘン連邦軍大学の場所にて初飛行に成功した。1984年6月18日、ホルガーによる飛行で1、2マイル離れた2点を旋回する8のアザ飛行に成功し、アメリカ人以外を対象としたクレイマー8のアザ、飛行賞を獲得した。この時の飛行時間は4分5秒であり、 最初のクレーマー8のアザ飛行賞を獲得したポール、マクレティのゴッサマーコンドルの飛行時間をおよそ半分に短縮し、その高速性の変鱗を見せた。1984年8月3日、同じくホルガーによる飛行で、クレーマー、速度世界記録賞に挑戦し2分45秒を記録した。この記録は5月に、クレーマー、 速度世界記録賞を最初に獲得したマサチューセッツ、高課題、MIT のモナーク B の記録、2分54秒76を5%以上上回った。しかし、モナーク B による記録は、ホルガーの記録のわずか16日前、7月18日に、ポール・マクレディのチームが開発したバイオニックバトにより2分43秒に、更新されていたためクレーマー、速度世界記録賞の獲得を逃した。 その後マスキュレアー1は速度向上のため尾翼面積を縮小するなどの速度記録用の改造が行われた。その結果、1984年8月21日に1500メートルの周回コースを2分31秒38で飛行して時速35.7キロメートルを記録、クレーマー、速度世界記録賞を獲得した3期目の機体となった。なお、この記録は、 国際航空連盟、フェダーション・リナティック・アンターナスヨナル・ファインにより人力飛行機の速度記録として認定された。さらに1984年10月1日、マスキレアー1は世界初の人力旅客飛行に成功した。高度5メートル、距離500メートルに及ぶ飛行で、乗客はホルガーの妹のカトリン、コトリンだった。現在、マスキレアー1はミュンヘンにある、 ドイツ博物館に展示されている。ザマスキアレア 1&2 ヒューマン、パワードエアクラフトゼアオプティミゼーションに基づく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。